はい、こんにちは、あたです。最近はもうずっと、引っ越しの準備に追われておりまして、そう、私引っ越すんですけど、段ボールだらけのね、まあこういう感じの空間に私はいます。こんな感じ、まあこのクローゼットの中も、もう布団と、段ボールとみたいな感じで、まあ、段ボールだらけの家に住んでるんですけど、引っ越すことはもう何ヶ月も前に決まってたんですけど、減量中、大会があるまでの減量中の期間はもう引っ越しはやらないって思ってて、もうできなくて体力的にも。で、まあ、9月の23日に大会が終わって、で、10月の末に引っ越すことはもう決まってたので、1ヶ月間で引っ越しをする準備をしてるんですけど、荷物をまとめるのもそうなんですけど、手続きが大変？なんか市役所とか行ったり来たりしてますね。引っ越すのも茨城県内とかではなくて、もう私茨城に住んでるって散々言ってるんで知ってると思うんですけど、茨城県内に引っ越すんじゃなくて、大阪に引っ越すことになりまして、結構大掛かりな引っ越し、距離も遠いし、まあ荷物も多いしっていう感じで、結構大掛かりな引っ越しで、で、まあ私の場合子供がいるので、子供の小学校ももちろん変わるしっていうんで、結構手続きが私はね、もう苦手だし、大変だなって、引っ越しってってつくづく思ってるんですけど、もうひたすらね、家の中に閉じこもって引っ越し準備してるんだんですけど、まあでも私のお母さんが来て、ばあばが来て手伝ってくれたりとかして結構進んだんですけど、まあまだ終わってないんですけどね。引っ越すまであと何日っていう、このみんなが大会に使うあと何日ってやつを私今引っ越すまであと何日って使ってるんですけど、そう、あとこれだけの日付で終わるんかなとか思いながら、まあでもそれまでに生活するものはギリギリまで出しとかなきゃいけないしっていうんで、まあやってるんですけど、茨城にいる友達ともなかなか会えなくなっちゃうし、でもとりあえず息抜きしたいってなって、今日は今からトレーニング行って、今朝の7時ぐらいなんですけど、7時過ぎで子供を今送り出して、で、まあ、ちょろっとだけ今引っ越し準備して、で、もう今日は息抜きしようで、今のうちに会える友達に会おうと思って、まあ、ずっと仲良くしてる、まあ、友達と今日はご飯に行くんですけど、トレーニング行ってからご飯食べた方が、脂肪になりにくいじゃないですか。だから、トレーニング行って、友達がうちに9時頃迎えに来てくれるっていうんで、9時ぐらいまでに支度して、今日はね、ご飯を食べに行ってきたいと思います。まずではトレーニングに行ってきたいと思います。I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that toMy money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain you already know. はい、トレーニング終わって帰ってきました。もう一回もこんな感じ、もう散らかってて本当やだけど今から急いで友達とご飯行く準備して、楽しみ楽しみ、久々に外食してきます。久々でもないな、減量明けなんかちょこちょこ外食行ってるんで、はい、それでは支度して友達とご飯行ってきます。はい、着替えて支度が終わりました。なんかだんだんさ、朝と夜はさ寒くて昼はもう暖かいけど、何着ていいか分かんなくなっちゃうね。まあ今日のコーディネート、よ伸びないか、今日のコーディネート
な感じですね。なんかこの靴結構ね、どこのってナイキって分かると思うんだけど、ナイキとストゥーシーのコラボなんですけど、この靴結構どこ行っても可愛いって言われるから紹介しちゃいます。いや、久々に友達とご飯だし、外に外出するんで超楽しみ。できます。さあ、ここで説明しよう。私の住んでいる茨城県の水戸市というところに、食べるなハンバーグというとても良質な日立牛を使った日立牛レアレアハンバーグというものを食べに行きます。お店の人もレアを2回言ってしまうほど本当にレアなハンバーグになっております。店内は緑がすっごく多くて、照明もこんなおしゃれなやつが多くって、中は写真を撮ってる女子がたくさんいます。インスタ映えできます。いただきます。はい、どうぞ召し上がれ。これがレアレアハンバーグです。見てください、このレア具合。それを自分でこの鉄板で追い焼きしていきます。それではいざ実食。いかがでしょうか、このレアレアハンバーグ。もうめちゃめちゃ本当に大好きで美味しいです。あの、減量中もこれを食べたいって何度思ったことか。あの、こんだけ赤身だったら減量中でも食べれるんじゃないかってぐらい、すごい良質な日立牛でめちゃめちゃ柔らかいです。で、私も紹介してもらって、あの、このハンバーグ屋さんにたどり着いたんですけど、私も誰かにおすすめしたら、みんなこのハンバーグ美味しいって言ってリピートしてます。で、あの、一番初めメニューに出ていた日立牛レアレアハンバーグの隣にステーキが乗ってるメニューがあるかと思うんですが、あれは10食限定になりますので、お店が11時半に開いているんですが、11時半前に、平日でも50メーターぐらいの人の行列ができております。必ず食べたいという方は、あの、朝一に席を予約することをおすすめします。今日も11時25分開店5分前に到着しましたが、列はもうすでにできていて、そこからすぐに入店しましたが、1時間ほど待ちました。なので必ず予約していくことを私はおすすめします。そして、あと1回茨城県にいるうちに食べに行く予約をすでに取りました。はい、ということで10食限定とても美味しいハンバーグになっておりますので、皆さんぜひ食べていただきたい一品です。茨城に来たらぜひ食べてください。はい、石もこうやって店員さんが交換してくれるので、いつでもジュージュー焼けます。はい、そしてデザートも美味しいです。はい、友達と同じものを食べて楽しい話をする時間は特別です。はい、夕飯は、全部麺って知ってますか、これ。これ、全部麺、豆 100% の麺で、まあ、高タンパク、低糖質、食物繊維がいっぱい入っているよっていう豆だからね。豆 100% の全部麺と、ホタテ、豆、トウモロコシで、ソースがコストコで買えるんですけど、これ、クラシコっていうソースで、脂質は 1g しか入ってないよっていう。味も美味しいから。トマトバジルの味です。で、何よりね、ちょっと子供食べかけなんですけど、子供と同じものを食べれるようになったっていうことが、だいぶ、グッドです。一つしかご飯作んなくていいので。はい、減量が終わってからの食事はこんな感じで、空いてるよ。冷蔵庫。
減量が終わってからの食事はこんな感じです。はい、まあ、子供とほとんど同じものを食べれるようになりました。まあ、ちょっとだけ意識していることといえば、まあ、タンパク質は十分に摂ってるっていうのと、あとは1日1200から1500カロリーぐらいを目安に私は摂りたいって思ってます。はい、基礎代謝が1280ぐらいなんですよね、私の基礎代謝が。なので、まあ、大体1200から1500くらい基礎代謝プラスちょっと筋トレとか、まあ、動いたりとかしてトントンかなぐらいにしたい。まあ、でもオフなので、そこまでギチギチなりすぎず、で何よりやっぱり過度な減量をしてたわけじゃないですか。普通の人間よりもかなりハードに減量っていうダイエットをしてた。で、一般の人とかもすっごい極端にダイエットとかをした後って絶対にこうバーンって反動でめちゃめちゃ食べたくなると思うんですけど、でそのめちゃめちゃこう減量明け食事がこう安定しなかったんですよね。今やこうすっごい食べたくて、で今少しこう食事が安定してきてるんですけど、まあ私が個人的に それで安定したいからやってることは、今日みたいに友達と外食とかに行っても、外食行ったから夜はもう極端に少なくしようとかはしないで、普通に1200から1500をゴールと目指す食事を食べて、夕飯も取る。で、次の日から別に普通に戻せば、そんなに大幅に一食外食したからって太ることはないから、まあ一日の中で1200から1500の間に調整するっていうのもありだと思うんですよ。例えば朝少なく、昼外食、夕方少なくで1日1200から1500っていうプランにするのもありだと思うんですけど、なんか今の私は食事を安定させたいので、朝は普通に食べる、昼外食でちょっとオーバーカロリーで夕方普通に食べる、今日一日で言ったら完全に1200から1500よりもオーバーしてるんですけど、明日からちゃんとやります。そしたら大丈夫だよということで、こんな感じで減量終わった私は食を楽しもうという感じですね。好きなものも食べつつ生活しております。まあ、で動画じゃないんですけど、写真で最近食べてるご飯を写真に収めてるのがあるので、最後パッ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 っていう感じでアップしようと思います。食べて痩せる、食べて太らないを意識しておりますが、好きなものもちょこちょこ食べてるので、きっとどんどん大きくなっていくでしょう。そしたら動けばいいかなと思っております。はい、それでは最後に写真をパパパパいきます。またね。この顔できないでしょ。ん？できる